はい、今回は車検有効期限ステッカーの貼り替え、軽自動車のサンバーなんですが、これの貼り替えをやろうと思います。先日ユーザー車検を受けまして、新しいこの有効期限のステッカーが発行されたと、そんな感じになってます。それではこの有効期限ステッカー、最初ちょっと組み立てが必要なので、その手順をね説明していきたいと思います。このステッカー、まずこの透明な部分とこの黄色い部分と2種類に分かれています。組み立て手順は裏側にも書いてあるんですが、実際にこれ、やった方がね分かりやすいと思いますので、これからね組み立ての方をしたいと思います。まず最初にこの黄色い方を半分ほど剥がします。半分剥がしたら、このちょうど中間の位置で山折りにします。裏側はねこんな感じで、特に印刷されてないただの黄色いような紙ですね。そうしましたらこの中間で今度半分に折ります。この透明なねシールの方に載せるような感じでね貼り付けをします。こんな感じ。そうしましたら、あと反対側をめくってこの白い、透明なね方のシールにすべてを写します。そうしましたらこの透明なところを剥がして、フロントガラスのねこれを内側から貼るというような感じです。この透明なところにこの有効期限のね年月が書いてありますので、これが外側から見て分かるような感じになっていると、そういうことです。次に今ついているねステッカーの方を剥がしていきます。スクレーパーかなんかあれば、容易に剥がせるんですが、結構これしっかりついてるんで、ちょっとずつね剥がしていこうと思います。シールののりが残る場合があるんですが、外で直射日光が当たっていて、結構ね室内暑い状態であればこのようにきれいに取れます。のり残りもないので、今回はねうまく剥がせたと思います。のり残りしないようにウィンドウの方はクリーニングしました。そうしましたらこのね新しいステッカーを元の位置に貼ります。だいたい真ん中の中心あたりだと思うので、ね、このように半分剥がしてから上へ押さえつけします。はい、こんな感じですね。貼り付けは特に難しいことではないので、ご自身でやられる方はね、このような感じで貼ってみてください。はい、それではね以上車検有効期限ステッカーの貼り付け方法でした。ご視聴ありがとうございました。